ロッテは過去に超希少名字選手が同時期に複数人在籍していた。諸角健二、城詰正彦、ハッスルプレーの諸角と強肩捕手の城詰、90年代ロッテを支えた名選手たち。ちなみに防水シートの上でヘッドスライディングというパフォーマンスは諸角が元祖と言われている。諸角と城詰という名字はどちらも全国で約10人ほどしかいない。これは他の野球選手でいうそよぎ、筒香、松髄などと同じぐらいに希少であり、同時期同チームにいたことはとてもレアだった。